どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は、うん、インスタで話題の、はい、編み下ろしスタイルを、はい、編み下ろしスタイル、はい、あ、はいはいはい、やりたくないですか？やりたいと思います。もうやりたいと思います、ね、自分でやりたいと思うんですけど、うん、なかなかできないっていう人が多いと思うんです、うん、なので、うんうん、今日はもう絶対自分でできるように、うん、すごい簡単にやってみました。はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、コツをちょっとやってくれてるんですね、じゃあね、はい、はい、なので今日は皆さんにもやってみたい、やってほしいなと思ってお伝えしますので、ぜひやってください。はい、はい、よろしくお願いします、はい、それでは動画スタート。シアオイルをつけていきます。表面と毛先にしっかりとつけていきます。鉢より上の表面の部分の髪の毛を取り分けます。後ろでまとめてゴムで結んでいきます。ゴムを1センチだけ下に下げて、真ん中1線と両サイド1線ずつ3ミリ束で出します。こめかみあたりの髪の毛から後ろに分けてって、ゴムのところまで分け取ります。一つ上のゴムの上で結んでいきます。ゴムをまた1センチぐらい下にずらして、一箇所ずつ3ミリ束で広げていきます。サイドの部分の髪の毛を後ろにまとめます。一つ上のゴムの上で結んでいきます。ゴムをまた下に1センチだけずらして、サイドの部分を3ミリ束で広げます。襟足の髪の毛も2つに分けていきます。の1個上のゴムの上で結んでいきます。またゴムを1センチずらして、両方を広げます。髪の毛をすべて前に持ってきます。髪の毛を3等分に分けて三つ編みをやっていきます。毛先でゴムを結びます。ゴムの部分を持ちながら三つ編みの部分を少しほぐしていきます。後ろに髪の毛を持ってきたら、こんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。セルフでできる編み下ろしアレンジ、よかったら参考にしてみてください。